ます。まずですね、マーラさんが食べているこちらのご飯なんですが、皆さんも普段口にするような野菜類ですね。はい、ちょっと餌の奪い合いをする時もあります。でひどい時はですね、相手に噛みついたり、こう お尻を向けておしっこをかけたりしますね。多分この子、お尻を向けると、あのお尻をよく見るとおしっこが出ているのが分かると思います。この2頭ちょっとこれの餌を狙っている感じなので、で餌はですね、こちら午後の餌になります。さつまいもや人参、キャベツですね。あとは茶色い粒のようなものなんですが、ペレットと呼ばれるものですね。おお寂しい。午前はですね、こちらとは違う餌をあげていまして、これですね、干し草と呼ばれるものになりますね。あとは下の餌売場に売っている青草なんかも午前にあげています。マーラさんに1日2食あげていますね。食べているマーラさん見てみるとですね、さつまいもを食べている子が多いです。はい、さつまいもが大好きですね。まあ、ペレットも食べているんですが、野菜類だと割とさつまいもから食べ始めて、最後に手をつけるのが大体人参になりますね。好き嫌いがあってどれかを残すということはなくて、最後にはきれいに食べ終わってしまいますね。